さて今日は御殿場に来てるんですね。うわ、いい天気、いい天気やわ。もうなんで今日かな。昨日は Google プラスのバイクのオフ会があったんですね。で行ってきたんですけど、まあ雨でね、すごい雨で大変でしたけど、それでも30台近くは来たんですかね、雨の中。えらいことですね。もうまさかそんなに来るとは思えへんからな。ガソリン入れてっか。ああ、ガソリン入れてこついでやな。よいしょ。よし、ガソリンも入れましたと。ちょうどいいわ。ちょっとね、行きたいところがあるんですね。まあ、人に教えてもらった富士山ポイントなんですけど、まあ、今日はどっちにしろ雲の中で見えないですけどね、場所だけ一応確認しといて、まだ今度天気が良くなったら来ようかなっていう感じですかね。うわ、雲の中、完全に途半車線とかってあるで。あれなんやろ、あれ行き過ぎたかな。一回ちょっと止めて見ようか。アジサイが綺麗けど、一回ちょっと確認しましょう。なんか分からんけど、こういうとこから富士山見えへんのかな。なるほど、ここええかもしれんね。東山湖フィッシングエリア。梅雨の晴れ間ちゃん、すごいな。あれ、これ登ってしもたらあかんのちゃうかな。いや、ここから右に入るか。いいよ、ちょうどいいわ。はいよ。これが鉄道かな。あれ、踏切来てもらう。あー、ちょっと待てよ、どこやろな。お、飛行機ちゃうわ、ヘリやな。前は公園があって、まあ、なんせここの公園のあたりのこと言ってんのかな。いやー、電車さっき行ってしもたな。何分おきぐらいに来んのやろ。嘘やろみたいな時刻表やなこれ。1時間に1本2本3本やで。電車を待とうかと思ったけど、1時間に1本とか2本とかやで。こんなちょっとよう待てへんわ俺。うわ、行かれへんわこれ。どう考えても行かれへん。この辺の道はすごいな、わっけわからんな。ミニストップがあって、あー、なるほど、わかった。で、富士山の見えるところっていうのはちゃんと確認できましたんで、うん、また富士山が見えるときに来ましょう。おとなしく帰ろう。そうそう、そのオフ会でね、コーヒーをごちそうになりましてね、橋の下でね、お湯を沸かしてコーヒーを作るという。あー、でもコーヒーいただいて美味しかったですね。みんなでこうコーヒーを出して飲むっていうのが、あれはあれでいいなって思いました。ああいう道具ももっと簡単だね、コーヒーを沸かす道具。中にはあのコーヒー豆を引いてからコーヒーを入れるっていう方もいらっしゃって、ほわー、本格的だなと思って。でもなんか一個持っといてもいいかもしれないね、コーヒー沸かして。キャンプの朝とかはね、やっぱり美味しいコーヒー飲みたいなっていうのはあるかもしれないね。コマカド風物、よし。
壁風穴って何があるの？駒壁風穴は？どっから行くね？駐車場の入り口？駒壁風穴？は？風穴入り口。歩いて行けってことかな。行ってみるか。じゃあ天然記念物駒門風穴、名前は聞いたことあるけど、まあ、前からちょっと気にはなってたけどね、何があるのかよく分からへんもんで、まあ行ってきますよ。ちょっとってやってる？はい、やってます。本当？人多い？少ないです。あ、本当？二人目です。二人目、平日だもんね。二人目です。ちょっと待って、いくら？300円です。300円、はい。じゃあね、はい、どうも。非同胞でだったけども、普段は普段です。やっぱり。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。何があるの？え？風穴って。いや、何も知らずに来たけど。これはね、穴？そう、穴です。富士山の、あの爆発した時の溶岩の流れの穴です。へぇ。別にヘルメットとかそんなのなし、何もなしで。大丈夫です。あ、本当。え、今誰も入ってませんから。ゆっくり、あの。見てていい？カメラとか回してもいい？大丈夫。大丈夫？本当、ありがとうね。はい、じゃあ、行ってきます。え？富士山のなんかの穴言ってあったな。え？こん中入っていくの？え？こん中入っていくの？っていうことやろうね。ほう。足元がさ悪いで、今日2人目だかなんだか来てたな。うわうわ、ちょっと怖いな。大丈夫かこれ。足元悪い、めっちゃ怖い。ほう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 。なるほどなるほど。上から水が持ってきよるな。真っ暗ですよ。これ何やろ、貫通してるってことでいいのかな。ぐるっと回れってことか。うわ、危ない。よいしょ。どうなってんの、貫通してるわけではないよね、多分。これどこまで行くのか。ちょっと天井が低いですね。うわ。
水たまりにハマったね。帰ってきました。ありがとう。どうも。はい、どうもありがとうね。